文也康秀は、平安時代前期の官人、家人、文人とも、ぬいの、女、文也宗行、または、大社人等、文也や文の子。かには、正六以上、縫い之の六河川及び、中古三十六河川の一人。官人としては、養税町にて、元行元年山城大城、元行三年縫い之の助に任官したことが伝わる。 程度で悲観に終始した。古今和歌集金城では、詩は匠にて、その様身に、おはず、いわば、商人の良き衣着たらんがご年と,と評される。直線和歌集には、古今和歌集四種と、五線和歌集一種が日集するが、古今集の二種は、この朝、安氏の作とも言われる。小野小町と親密だったといい、三河城として同国に赴任する際に、 小野こまちを誘ったという。それに対し小まちは、わびぬれば、身を、浮き草の根を耐えていう踏みずあらばいなむとぞ思うと歌を読んで返事をしたという。後に、古今著文集や、実金賞といった説話集に、この歌を元にした話が載せられるようになった。古今和歌集も録による。ありがとうございます。